育英大学スポーツ教育専攻、桜井つぐみです。私の将来の夢はオリンピックで優勝し、たくさんの人に勇気を与えられる選手になることと、レスリングやスポーツの楽しさを伝えることです。私は3歳の頃からレスリングをしています。最初はあまり勝てなくて楽しくなかったんですが、少しずつ全国大会で勝てるようになってからはレスリングが楽しくなりました。育英大学を選んだきっかけは、レスリングでオリンピックを目指せる環境があることと、教員免許を取得することができるからです。今はパリオリンピックで優勝するために毎日練習に励んでいます。パリオリンピック応援よろしくお願いします。